皆さんこんにちは、みのりんです。今日はですね、雨なんですけどもディズニーに来ています。イエイ。というわけで、もうね、完全防備でやってまいりました。ほぼ台風ということでレインコートを買っちゃいました。それに合わせて傘とかも全部完全防備でございます。でもね、久しぶりのディズニーめっちゃ楽しい。で、やっぱりね、久しぶりにディズニー来たのでたくさんお買い物したいと思います。というわけで大量購入、早速始めていきましょう。じゃじゃん。というわけでお家に戻ってきました。いやー、めっちゃ買いました。今までの人生の中で一番買ったと思います。もうね、本当に久しぶりのディズニー楽しかったです。それでは早速開封していきましょう。じゃあもうね、ランダムでいきます。まず最初の袋です。最初の袋はじゃじゃん、美女と野獣コーナー、ビーストの T シャツ。後ろは何もない。紺色でね、M サイズで2600円。こんな感じ。もうね、たくさん着ると思います。というわけでビーストの T シャツ。続きましては、じゃん、チップ。これ面白くない？入れ物なんですけど、はい、こんな感じで開きますけど、コップの形をしています。何を入れるかはちょっと迷っています。バッグの横にね、つけてたらすごく可愛いと思うので、ちょっとね、考えて。ラビー、ラビーちゃん。私はね、ディズニー行くときよくカバンを持っていくんですけども、そのカバンにつけるのぴったりだなと思って買っちゃいました。で、で、これ、あー、これね、はい、こちら鍋敷き。これすっごい可愛いよね。鍋敷きだよね。ダイニングテーブルの上に置いていたらめちゃくちゃ可愛い。テンション上がる。めっちゃ使います。鍋敷きなかったのでね、お家に。という感じで、まずは美女と野獣コーナー。違う、もう一つあったじゃじゃん、野獣です。もうね、ラビちゃんがとても気に入っています。ラビちゃんの新しいお友達です。大きいですよね。私のディズニーのぬいぐるみコレクションにぴったりだと思うので、飾っておいたり、ラビちゃんとね、一緒に遊んだり、いろいろとね、活躍すると思います。というわけで美女と野獣コーナーはこれで全部です。まだまだあります。次の袋を重っ。私もね、今どこに何があるかが分かっていない状態なので、もう福袋気分で開けていきたいと思います。まず一つ目、こちらです。はい、タオルミッキーがね、ここにドドンといまして、こっち側にベル、こっち側にミニーちゃんとか。私ね、毎回ディズニー行くときにタオルを買うんです。まあ、タオルって消耗品なので、いくつあっても全然大丈夫なんです。あとディズニーのタオルって大きいので使いやすい。大きいのになんか薄型で場所も取らないし、可愛いし、毎回買っています。というわけでバスタオル一つ。続きましては、はい、あ、なるほど、菜箸。菜箸はね、めっちゃ使う。こちらです。2種類しかなかったんですけど、そちらの2種類両方とも購入しました。プーさんバージョンとディズニーフレンズバージョンですね。菜箸に、おコロコロ、ベイマックスのコロコロです。いやね、もうね、ラビちゃんね、お迎えしてからやっぱりコロコロめっちゃ使います。お洋服がね、毛だらけとかになったりするときとか、ソファーが毛だらけになったりするときにこうコロコロしているのでめっちゃ使います。お、ナイフ、フォーク、スプーン。こうね、持つところがね、とてもマジカルと、
はい、これね、ヘアコーム、これをこの中に入れることができて、まあ、これはねバッグとかにつなげることができます。で、あ、さらに後ろにね鏡がついています。こうやって見ながら髪の毛を溶かすことができるんですけども、ヘアコームめっちゃ使うんです。もうね、撮影する時の必需品。じゃん、ボール、お味噌汁とかにぴったりですね。これはねプーさんの柄なんです。こう木製みたいな感じでね、お味噌汁がより美味しく飲めると思います。はい、でこの袋は全部です。まだまだありますからね。これで半分くらいかな。続いては、あー、はい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 、ちょっと取り扱い注意、ガラス製品です。私はね、今まで入り口のお店屋さんでいろいろと買うことが多かったんですけども、今回はね全店舗行きたいなと思って、もう全部行きました。もうね、美女と野獣コーナーがあったりとか、ガラス製品ショップに行ったりとか、いろいろなところからいろいろなものを買ったので、今回ねガラス製品のもの買うのは実は初めてなんです。なのですごいワクワク。行きますよ、オープン。おー、はい、というわけでまずはベルのコップ。こうベルがねここでプリントされています。とビーストです。これあのプリントっていうよりはエッチングされています。なので高級感がすごい。はい、こちらと実はもう一つ購入しました。じゃじゃん、こちらです。見てください、めっちゃ綺麗でしょ。ガラスの箱です。美女と野獣バージョン。ここにね美女と野獣がいまして、でこうやって開けて小物とかを入れることができます。本日購入した中でこれが一番お高いです。これをね玄関のところに置きたかったんです。玄関のところに置くと帰ってきたらねちょっとしたものを入れたりとか、玄関が明るいじゃないですか。もうどうしても欲しくてゲットしちゃいました。はい、結構紹介してきましたが、こちら最後の袋です。最後の袋なんですけども、まずはこちら。はい、こちらアディダスとコラボした商品です。めっちゃ可愛いの。横にねこのアディダスのねストライプがあるんですけども、ここに Believe in your magic、 動きやすいパンツ。はい、で今ねこれしか入ってなかったんですけど、実はねお洋服めちゃくちゃ買っています。ですが私が帰ってきたその日にあのファッションショーやっちゃったんですよね。もうね着たいじゃないですか。袋の中に入っていませんでした。ちょっと集めて持ってきます。ありました、集めてきました。どれもめちゃくちゃ気に入っているんです。まずはこちら、あ、待って待って袖が裏返っている。はい、まずはこちらです。白雪姫ヴィランズもいて、この半分半分みたいな感じめっちゃかっこよくない？後ろはここにワンポイントのかじられたリンゴがあります。どれもねちょっと大きいんですよね。なのでゆったりと着ています。あ、これこれこれはですね、はい、さっきのアディダスのパンツとその上のバージョンです。アディダスコラボですね。これはねあの動きやすい、すごく薄い素材っていうか、あのスポーティーな素材なので軽い。これでねジムとか行きたいと思います。続きましてはこちら、これ良くない？ここにねお写真貼っている感じがあって、みんなのサインがあって、後ろこんな感じ、東京ディズニーランドって書いてあるんですけど、こうみんなの名前がここに書いてあります。こんな感じで結構大きめにドドーンとプリントされていて可愛い。これはね一番気に入っているかも。そして最後こちらです。はい、これねティガーです。プーさんのお店でゲットしました。こういったジャケットっていつもトラがプリントされていると思うんですけど、だからティガーなのかな。ティガーがねちょっとこう鋭い顔をしていますね。に後ろティガーって書いてあります。夏なので今はまだ着ないと思うんですけど、夏以外でしたらオールラウンダーと言いますか、春も秋も冬も着れると思うのでめっちゃ使いやすいジャケットです。はい、これで購入品は全部かな。全部なんですけども、一番最後にガチャガチャ、ガチャガチャも開けていきたいと思います。はい、ガチャガチャもあるのでやっていきたいと思います。いくら？あ、500円。3、4、5。おー、ゲット。何種類かあるので、あともう一回やっていきたいと思います。はい、はい、私ねヤングオイスターに最近ハマっています。でその理由がなんですけども、この前ねいつもの仲良しグループでお話をしていた時に、ディズニーキャラに例えたら誰が誰かっていうことをね話していたんですけども、みんなねプリンセスだとかミッキーだとかねお話をしていたところ、なんと私はヤングオイスターです
ヤングオイスターっぽいっていうことでした。なので今回こちらを見た時に、あ、ヤングオイスターと思って、もう1秒で即決して購入したんですけど、今回のガチャガチャ、なんとね、ヤングオイスターでした。すごくない？集めたいなと思っていた時のガチャガチャの中身がヤングオイスターっていうことで、もうね、運命感じました。まず1つ目、じゃじゃん、おー、ヤングオイスターです。かわいい。こちらね、確かね3種類くらいあったと思うので、実はねもう1回引きました。こちらと、あと最後の1つ、これで本日最後です。まだね中見てないんで、どのバージョンでしょうか。せーの、じゃじゃん。あれ、ちょっと待って。あー、なんと全く同じ種類でした。かぶりだー。2回やってかぶっちゃった。ちなみにこちらの3種類が入っていました。なんかね、あくびをしているバージョンとか、頬杖しているバージョンとかがあったんですけど、かぶっちゃった、まあ、かぶっちゃったんですけど、すごく可愛いし、一緒にねこうやって飾るのもいいと思います。というわけで、ドドーンとね、いろいろと購入したんですけども、いかがでしたでしょうか。全部で5、6万円くらいだったと思います。本当に久しぶりだったのでめっちゃ楽しめました。あ、あとそうだ、これこれも購入しました。パステルカラーで可愛い感じ、気に入っています。はい、また今後ね、ディズニーに行ったり、ディズニーショップでお買い物したり、いろいろとしていきたいなと思っているので、ぜひぜひチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。